ようございます。7時20分です。10分ほど前にウーバーオンしてマクドナルド船橋日大前店なってくれました。行ってきます。もう年賀状売ってますね。ピック完了しました。お届けすぐそばです。行ってきます。配達完了しました。7時半です。クエストのね、缶クリを目指して朝から始めてみました。やはり良いウーバーは朝活からです。8時5分マクドナルド船橋日大前店です。すぐそばです。ピックアップ完了、配達に向かいます。7時台は結局1件だけでした。8時台はどうでしょうか。8時15分配達完了しました。8時台にもう1回ぐらいなってほしいところです。8時25分すき家芝山店が鳴ってくれました。 4.8キロ、18分、519円。すき家船橋日大前店さんのそばにいたんですけどね。はい、行ってきます。おはようございます、ウーバーです。はい、8時40分ピック完了、配達向かいます。すぐそばですね。8時45分配達完了です。笠間のマックとかね、呼んでくれるかなと思ったんだけど、何も後続がなかったので、とりあえず流していきたいと思います。なりました。8時55分、マクドナルド100円台、 3.1キロ、17分、474円。いきます。ピックアップ完了しました。お届け向かいます。9時10分配達完了。8時台の依頼は3件でした。9時20分ロッテリア北習志野店、 2.6キロ、15分、455円。9時台1件目ですね。行ってきます。おはようございます、ウーバーです。ピック完了です。お届け先、習志野台5丁目。行ってきます。ジュズりました。マクドナルド296ヤチオパルル店、 4.3キロ、20分、619円です。これも行かせていただきます。ロッテリア配達完了しました。次マック行ってきます。おはようございます、ウーバーです。はい、9時45分ピック完了しました。お届けに向かいます。9時51分マクドナルドさんの配達完了しまして、一応ジュズってます。ちょっとね、代引きのマクドナルドさん、代引きのお客様だったんで、現金のやり取りしてる時にですね、依頼が来てピコ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 なってて、ちょっとうるさーいっていう感じでもう受けちゃったんですけど、ちょっと大変な案件でした。ミニストップ千葉横戸店、 7.4キロ、25分、747円です。行ってきます。
そういえばミニストップさん、出前館さんから始めてたと思うんですけど、先日からウーバーでも注文入ってますね。加盟全店で始めたんでしょうか。まあ加盟店さんが増えてくれるのはね、クエスト達成っていう面でいくと非常にありがたいんで、はい、どんどん増やしてほしいです。おはようございます、ウーバーです。はい、10時5分ピックアップ完了。ちょっとね、地図の位置が怪しそうなお客様ですね。まあ行ってみないとわからない。10時20分、ミニストップさんの配達完了しました。やはり微妙にピンズレしてまして、少し手間取ってしまいました。次の依頼は来てないです。なってくれました。カツアン八千代大和店、 5.1キロ、22分、669円。行ってきます。おはようございます、ウーバーです。ありがとうございました、ピックアップ完了しました。お届け坪井東、行ってきます。10時43分カツアンさん配達完了しました。ジュズってます。マクドナルド船橋日大前店、行ってきます。こんにちは、ウーバーです。ピック完了、習志野台方面配達向かいます。10時50分配達完了しました。まもなく11時になりますので、朝活という括りはこれぐらいで終わりでしょうか。配達件数ここまで9件です。なかなかいいペースでやれたかと思います。クエストどうなるでしょうか。11時10分、餃子の王将八千代店さんになりました。昼の部スタートです。行ってきます。ピックアップ完了です。緑ヶ丘西方面配達向かいます。配達完了です。時刻は11時25分、次の依頼待ちです。11時40分、花丸うどんイオンモール八千代緑ヶ丘、 5.2キロ、29分、852円。行きます。花丸うどんさんのピック完了しました。今ちょっと今までなかったことが起こりました。花丸うどんさんの依頼を受けたやつピック完了して、配達を開始するスワイプ終わった後にすぐ鳴って、もう一個花丸うどんで追加ダブル。多分今までね、あのピック完了してからダブルになることなかったと思うんですけど、タイミング的に本当瞬間だったんで、スワイプして開始する前にもう指示が出てたのか、あるいはあの例の新しい2件持ちとかね、ダブルピック複数店舗で可能みたいなシステムの影響なのかちょっと分かんないですけどね。まあでもクエストをとにかく達成する目的で考えると、これダブルになってありがたいです。一応プラス0キロプラス13分、328円、追加のダブル、同じ建物か通り道かってとこですね。行ってきます。時刻はちょうど12時です。1軒目の配達完了しました。2軒目に向かってます。西習志野ですね。まあ同じ建物とかじゃなくて、ただ通り道だったんで、
スイカダブルがプラス0キロっていうことだったみたいです。行ってきます。12時15分花丸うどんの2軒目ダブルの2軒目配達完了しました。次の依頼は来てないです。というか1軒数珠ったロッテリア北奈良市の店から三崎行きの便を断りました。ピークタイムにちょっと行きたくないよっていうことで断ったんで、ウーバー様の逆鱗に触れて干された可能性もあります。そしてこの段階でクエストの2段階目、15回をクリアしまして1500円もらいました。カンクリまであと残り15回です。少し先が見えてきました。やっぱり朝活でね回数を重ねていくっていうのがすごい大事だなって思います。そして今昼の12時25分ピークのど真ん中のはずなんですけど10分ほど無音を食らっています。メニュー音出前音したいんですがここは今日はぐっと我慢ですね。なってくれました。サンティ北奈良市の店 2.8 キロ13分449円、行かせていただきます。コアガマ、まあそんな遠くない。今正直なところね、配達開始ボタンは押してないですけどメニューのアプリ開いてました。アボカドマークでも見つけようもんなら多分メニューを押しちゃってましたね。まあ我慢してよかったです。ウーバーありがとうございます。行ってきます。こんにちは、ウーバーイーツです。ピック完了しました。配達コアガマの方に向かいます。でピックアップしたサンティさんの下1階部分でベトナム料理のお店作ってましたね。ちょっと気になります。12時40分配達完了です。12時台もう1軒欲しいな。鳴ってない。近くにあるよね、ホットモットさん、バーミヤンさん、何でもいいんで呼んでください。ギリギリ12時台に1個なってくれました。すき家船橋日大前店さんです。ピックアップ行ってきます。ウーバーイーツです。1時ちょうどすき家さんのピックアップ完了しました。お届け奈良市の大方面です。行ってきます。韓国熟成焼肉コギア初めて聞く名前。 2.6 キロ12分433円、もちろん行くんだけどどこだろうなこれ。皆さんの配達完了しました。次は韓国熟成焼肉コギア。いくつも一つの加盟店でいくつもの名前使ってるお店さんの新しい名前のお店ですね。言ってることがわけわかんなくなってきた。多分さらに壁にタブレットが増えたんじゃないかと思います。こんにちは、ウーバーです。ピックアップ完了しました。壁にタブレット11個ありましたね。ただ前からあれぐらいあったような気もするので新しくできた名前じゃなくて前からあったけどこの名前に呼ばれたのは初めてだったのかもしれません。また言ってることがわけわかんなくなってきました。とりあえず配達行ってきます。西奈良市の方面です。1時20分配達完了。次の依頼はありません。なりました。遠いな、どうしよう。そうでもないか。ロッテリア北奈良市の店 2.7 キロ16分511円。あ、全然遠くなかった。もちろん行きます。
ピックアップ完了です。高根台方面向かいます。ロッテリアさん配達完了しまして、ジュブリました。唐揚げ専門店林屋さん 1.1 キロ10分近いですね、362円。こんにちは、ウーバーイーツです。唐揚げ林屋さん配達完了しました。時刻は1時45分ですね。やっぱり日曜日は皆さんゆっくりとされてるんで、お昼の時間もね12時台っていうことはないみたいで、1時2時もね注文の依頼がなんとなく続いてくれるっていう、配達員にとっては嬉しいですよね。なりました、1時58分ロッテリア北奈良市の店 1.7 キロ12分410円、行ってまいります。こんにちは、ウーバーです。ピックアップ完了しました。お届け奈良市の台7丁目、行ってきます。配達完了と同時にジュズりました。唐揚げの林屋北奈良市の 1.7 キロ10分376円、もちろん行きます。クエストを達成目的にしてるんでね、このショートの連打助かりますね。今日はちょっとついてる感じがします。こんにちは、ウーバーイーツです。ピックアップ完了、お届けはもう奈良市の台ですぐです、行ってきます。さて、さらになりました。マクドナルド船橋日大前 3.8 キロ16分534円、これも行きます。唐揚げ林屋さん配達完了しました。マクドナルド向かいます。1時台2時台こんだけ鳴るとちょっと休んでる場合じゃないですね。一気にクエスト片付けに行きたいです。マクドナルドさんのピック完了してます。届け大和田神殿ですね、行ってきます。さらに術りました、特選牛の計上村さんですね、 4.3 キロ20分630円、こちらも行きます。配達完了して、次は上村牧場さん向かいます。こんにちは、ウーバーです。はい、こんにちは。ピックアップ完了しまして、薬園台方面にお届けです。時刻はちょうど2時半ですね、行ってきます。配達完了しました。時刻は間もなく2時50分。1時台2時台のね、怒涛のジュブレンのおかげでだいぶクエストの達成が現実的というか、ほぼ確実だろうというところまで来ました。130回クエスト完クリまであと6回配達ですね。まあ夜ピークも残しているんで、いくら最近ならないとはいえ、日曜日達成はまあもう間違いないと思ってます。ただね、今日前も言ったと思うんだけど、夜勤があるんですよね。なんでまあささっと片付けて夜の仕事に備えたいなって、夜の仕事っていうとなんか響きが良くないけど、はい、夜の仕事に備えたいとは思ってます。なりました、ローソン船橋薬園台6丁目、 2.5 キロ14分459円、行きます。こんにちは、ウーバーです。
ピックアップ完了しました。お届け薬園台2丁目方面ですね。行ってきます。配達完了しました。時刻は3時10分ですね。依頼は止まってます。